アウターリミッツはアメリカ合衆国の SF テレビドラマであるモノクローム作品。エイリアン、UFO、モンスター、超能力者、超常現象を取り上げている一話完結型の作品。アメリカではトワイライトゾーンと共に1960年代を代表する SF テレビドラマとして人気が高く、スブライやプロダクションのウルトラ級などに大きな影響を与えた。 アメリカでは、アメリカンブロードキャスティングカンパニーが1963年9月15日から1965年1月16日まで、全員49回を2シーズンで放送した。日本では、1964年にネットテレビとその、系列局が第一シーズンを、空想科学劇場アウターリミッツのタイトルで、1966年に、日本テレビと NNN 加盟局が、 第2シーズンを空想科学映画ウルトラゾーンのタイトルで放送した。ジェームズ・キャメロンのターミネーター公開時38世紀から来た兵士とガラスの手を持つ男からの盗作であると脚本担当のハーラン・エリスンが提訴して勝訴し、ターミネーターのエンドクレジットでエリスンの名が記されている。1995年にはアメリカでリメイク版の新アウター・リミッツが制作。 放送された。放送回右の内の数字はシリーズ全体での通算放送回数。2008年に角川文庫から発売されたアンソロジー地球の静止する日には以下の原作短編が収録されている。このうちブラウンの闘技場は原作としてクレジットされていないが当時から類似が指摘されており脚本家が 小説の存在を知っていたらしいことから、現在では原作として扱われている。ありがとうございます。